平市にお住まいの皆様こんにちは。参議院議員の朝日健太郎です。市役所にお邪魔をいたしまして、小平市の魅力、玉川上水やこの緑あふれる街づくりについて意見交換をしてきました。子育てのしやすい小平、そうした未来を一緒に作っていきたいと思います。